お久しぶりです。ということで水曜レッド牧野亮です。よろしくお願いします。ということで今日は戸塚駅にやってきました。あれ見えないですけど戸塚駅なんです。今日は何するんですか？リクエストが届いています。おお、戸塚区の東海道沿いに宝製菓という可愛いキャラクターの看板がたくさんあります。車で通るたび気になっていましたが、あの辺りに何かあるのでしょうか、ぜひ潜入してみてくださいといただきました。ありがとうございます。可愛いキャラクター、どんなキャラクターなのか楽しみです。僕頑張って潜入して、確かめてきます。頑張ってきます。ちょうどここが東海道1号線ということで、ここに看板があるって聞いたんですけど、ちょうどあれですかね、多分あれかな、見てください、あれですよ、多分あれが絶対看板ですよ、噂の。こんにちは、水曜レッドの牧野亮です。よろしくお願いします。今日はアヒルさんですかね。アヒルさんおしゃれな帽子かぶってて素敵ですね。僕今日めっちゃ リポート頑張るんでよろしくお願いします。今日はあれ、今度は宝ビスケットって書いてありますね。ってことは多分ビスケット作ってる会社なんですかね。めっちゃ看板ありますね。なんかここ宝ビスケットで、あっちさっきのアヒルさんで、あっち宝ビスケットで、まあ、ずらーって本当に看板めっちゃありますね、噂通りで。今度は右って書いてありますね。なんかあの矢印で案内されてて、看板でビスケットで案内されてる、こうヘンゼルとグレーテルみたいな気持ちになりますね。ちょっと楽しいですね。あれ見えてきましたね。なんかでっかい看板が、看板じゃねえや、でっかいアヒルさんがいますね。あそこに煙突の上の方に見えますか。これが噂のアヒルさんの本拠地ですね。ここですかね、看板が宝ビスケットって書いてあります。行ってきます。こんにちは。こんにちは。と猫の額ほどワイドから来ました、水曜レッドの牧野亮です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。視聴者さんの方からメッセージいただいて、はい、かわいいキャラクターの看板に沿ってきて、看板ご覧になっていただいた、はい、めちゃくちゃありましたよね。そうですね、あの約6キロにわたって70本ほど、70本、あれアヒルさんで合ってますか。そうですね、まあ、アヒルさんイメージして、まあ、正式名は宝ダックコックっていう、宝ダックコックっていうんですね、私ども あのキャラクターになっております。そうなんですね、はい、かわいいですね。ありがとうございます。はい、はい、ちょっと散らかってますけどどうぞ。おお、はい、こちらが今あの私どものオリジナルの製品、まあ、あの全てではないんですけども、今人気のある商品を揃えております。めちゃめちゃ懐かしいのが多いですね。そうですね、このハイミックスとか、うん、多分、うん、あのパッケージはねいろいろ変わってますけども、うん、あの懐かしさがあったり、おばあちゃんちとかにありますね。そうですね、でも本当にビスケットがたくさんですね。そうですね、なんか純粋な疑問なんですけど、ビスケットとクッキーの違いって何ですか。いろいろね諸説あるんですよ。あのヨーロッパの方から入ってきたものをビスケットと言ってる、うん、でまあアメリカ圏の方から入ってきたのをクッキーと、まあ、日本ではあの使い分けをしているんですけども、うん、あの日本の中では、まあ、乳脂肪分の割合が高いものをクッキーと呼んだりしてます。そうなんですね、はい、なるほど、なんか疑問が解決しました。こんだけの種類あるんですけど、宝製菓さんってどれくらいの歴史があるんですか。そうですね、あの創業してからは75年経ちますけども、うん、まあ、創業当時は藤沢の地で創業しまして、当時ちょうど終戦直後ではあったんですけども、パン作りを始めたのがきっかけとなってまして、まあ、それから時代の変化とともに、本格的にビスケット作りを始めて、まあ、今日に至っているといったところです。そうなんですね、すごい歴史があるんですね。そうですね、おかげさまでね、まあ、あの皆様に引きにさせていただいておりまして、本当に感謝しかないですね、はい、こう来る時に見えた煙突みたいなのが工場だったりするんですか。そうですね、まあ、実際には原料の貯蔵タンクなんですけども、もうてっきり煙突だと思ってました、アヒルさんの。これが先ほどおっしゃってたサイロですか。そうですね、原料の貯蔵タンク、まあ、うちではサイロなんてね言い方してます。そうなんですね、さっきからめっちゃいい匂いするんですけど、これが工場ですか。そうなんですね、ちょうどこちらが工場になってます。もう本当にすんごいいい匂いするんですよ。ありがとうございます。そうですね、結構風向きによって結構近隣の方にはねご迷惑をかけてる部分はあると思うんですけどね。もうでもこんないい匂いしたら近隣も幸せなんじゃないかなって。いやいやいや
ちらの工場ですが、衛生面、安全面に配慮し、今回は工場内へは潜入はできませんでしたが、1日に8000から1万ケースのお菓子が作られて出荷されているそうです。お菓子が流れてくる映像ってテンション上がりますよね。まあ、工場の見学はできないって言ってたんですけど、ちょっといいものをねありますから、ちょっと別の場所へまた移動しませんか。はい、いいものですね。めっちゃ嬉しいです、はい、楽しみです。楽しみにしてください、はい、期待してください。最高です、はい、お待たせしました、はい、はい、今ですね工場で焼き上がったビスケットになります。焼きたてですか。はい、すげえ、めっちゃなんかあったかいですね。ぜひ味わってみてください。本当ですか、はい、ありがとうございます。めっちゃあったかい、すんごいいい匂いしますね。もうさっきからずっといい匂いしてたんで、もう食べられるのが嬉しくてしょうがないです。いただきます。なんかあったかいです。なんか出来たてのクッキー初めて、出来たてのビスケット食べたの初めてなんで出来たてのビスケット食べたの初めてなんで、すごい美味しくて嬉しいです。甘みがいい感じですね。すごい美味しいです。美味しいですか。美味しいですか。このなんかビスケットのこだわりってありますか。ビスケット作る。そうですね、やはりこの原料をやっぱり吟味して、うん、まあ、なおかつ、まあ、ニーズに合ったっていうかね、やっぱ時代時代に人の好みって変わってきますので、まあ、それに応じて、うん、製品作りを心がけてますね。じゃあ75年の歴史の中でいろいろ試行錯誤しながら作ってらっしゃるんですね。そうですね。で、まあ、最近ではですね、うん、こちらの商品、塩バターカマンっていう製品になりますけれども、牧野さんご存知ですか。初めて見ました。あ、そうですか、うん、まあ、一昨年の秋に発売をさせていただいてるんですけども、うん、それ以後SNS 等々でね、うん、人気となっておりまして、今私どもの製品の中では一番売れてる製品ですので、食べてみます。はい、はい、塩バターカマンと、まあ、塩はお塩の塩、うん、バターはバターですね、うん、カマンはカマンベールチーズのカマンなんですね。なんかすんごいカマンベールのいい匂いしますね。じゃあ食べていきたいと思います。はい、どうぞ。いただきます、はい、うん、めっちゃ美味しいですね。ビスケットの甘みとこうチーズのしょっぱさみたいな、なんかこう混じってすごいいい感じで、食べ終わった後の後味がこう素敵なんですよね。こう、うん、ワインのおつまみにもう合うっていうですね、お客様もいらっしゃって、うん、確かにワインに合いますね。確かにクラッカーに挟まった感じのありますよね。あんなテンションで食べられてすごい美味しいのかなっていう感じがします。これはもう発売から人気商品で、ド定番なんてね言い方もさせていただいてますけども、5種類のビスケットの詰め合わせなんですね、うん、グラハム、バニラクリームサンドです。食べます。はい、これグラハムです。なんかめっちゃバニラの匂いがして美味しそうです。食べていきたいと思います。いつもやってきますか。あー、やっぱ医学部っぽいやつですか。メス、いっちゃってくださいありがとうございます、ありがとうございます。今すごい救いでした今それが欲しかったさうん、めっちゃ美味しいです。バニラがいいですね。クッキーのちょっと外についてるお塩と、なんか甘いバニラクリームが合わさって、なんかすごいいい感じです。おばあちゃん家にある感じの、こう懐かしくて美味しい感じが、なんか温かい感じがしますね。井上さん、今日はありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。ました、出来たての美味しいビスケットをいただいたりとか、楽しい話聞かせていただいたりとかして本当に楽しかったです。はい、ありがとうございます。まあ、私どももね、はい、お客様にこれからも美味しい製品をね食べてきて、いただきたいと思いますので、うん、まあ、従業員一同頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上、水曜レッド牧野亮でした。バイバイ。Bye-bye. Bye-bye.